ゴルフネットワーク、現在ですね、7番ホールパー5を歩いております。美しい空でございます。ただ木は全体的に低いですから風をもろに感じるというコースになっています。月曜日、現地月曜日はですね、この7番ホールフォローの風が吹いていますので、距離はあるんですが2つで行く選手もいるかもしれませんね。右サイドはご覧のように砂があるということになりますね。で、左サイドは広く取ってありますので、左サイドを狙っていきたいところですね。ホールの、セカンドからグリーンに向かって歩いてますけど、私今ラフを歩いてるんですが、本当に粘くて足が取られて、これは大変です。ですから結構ラフ行ったら大変でしょうね。7番ホールは右からのフォローになっています。そしてここもちょっと入り口が砲台気味になっているので、右手前にご覧のようにネットが引かれていると、練習ラウンドの時はここに練習しないでくださいねっていうことなんで、逆を言うとそこに行きやすいということになりますね。ちょっと私がねボールを投げてみたいと思います。というように、やはりここにね雨に来るということになりますね。よいしょ。まあグリーン自体の面はそこまですごくうねってる感じはしないですけど、右下に向かっては少し下っていってるかなって感じです。ただ右下に下ってるからダメかと言っても、まあこのようにラフにあってもどちらかというとこういう感じの、まあ、受けてる感じの受けてる面になるので、右サイドに外れる分には問題ないです。7番ホールです。どちらかというと左サイド、横も奥も左サイドはあまり良くないなって印象を受けますね。こちらもこのまま行くと、この段がすごいですね。すごい直角ですね。直角は言い過ぎですけどね。でも壁みたいな感じ。奥の砲台感が、こう見たらわかるかな。このグリーン面があって、もうストンと落ちてる感じですね。で、奥のバンカーに行きやすくなる。右手前と左サイドが良くないというグリーンになります。7番ホールでした。ネットがあります。こちらは8番ホールのパー3。ここにネットがあるということで、これだけの縦距離をねしっかり使っていく、10ヤード20ヤードぐらいの縦幅を使って、まあ、ピンによってあのグリーンを狙っていくわけですけど、もうここから見ても分かるぐらいもう砲台系のグリーンになってますね。なんかちょっと飲み物もあるようなところなのかな。ご覧ください、これはすごいな。来てみたらすごい。グリーンこれ一番手前なんですけど、手前をちょっとショートすると、いきますよ、いきます、ポン、はい、この傾斜です。 3,4,5 15歩下がって、ちょっと左足下がりの
アプローチ。しかもちょっと逆目ですねこれ。逆目と、まあ順目のとこもありますけど、全体的に大台グリーンになっています。でグリーンはですね、手前と奥で上って下りというような感じの、手前から上っていって真ん中の段から奥に向かって下っていく、しかも右奥に向かって下っていく感じの傾斜になっています。そして奥もまたこれ同じように壁になっているということになりますので難しいですね。しっかり距離を合わせていきたい。さあ距離を合わせていきたいパー3ですね。8番ホールでした。前半の最終ホールになります。9番514ヤードパー4です。月曜日の風フォローですね。右からのフォローの風になってます。後ろ来ないから歩いちゃおうか。フェアウェイはちょっとこう左にカーブしていくようなホールなんで、左を狙いたくなるんですけども、左はちょっとすぐトラブルになりそうな感じがするんで、右広めに取りたいという感じですね。ただその分距離は残るでしょうけど、でも左トラブルよりはいいと思います。9番ホールのセカンド地点です。つま先上がりですね。基本左トラブルっぽいとこもまあみんなが歩いてるところの左行っちゃうとね、湿地帯でダメですけど、ここだったら意外となくはないかな。なので結構今もポール・ケーシーとジェイソン・コックラックでしたけど、ジェイソン・コックラックだとやっぱりこれだけ距離があるんで、左コーナーの上を打ってフェアウェイのまで来ましたね。まあ右側のバンカーまで40ヤードぐらいという位置です。ポール・ケーシーは右サイドから行って、まあこのダウンスロープに当たって右側のフェアウェイギリギリのところにありますね。で、どこだ。こうですね。こういう感じの位置関係ですね。ここで残りが133なんで、140ぐらいのショットを打っていく感じなんですかね。フォローとはいえすごいな。ショートアイアンですか。エッジが133としてもすごいな。ということで、まあ、距離はあるパー4ですけど、今の PGA ツアー選手からすれば距離じゃないんですね。ここはフォローが吹けば関係ないです。そしてもっとポイントなのが、このホールは距離ではなくグリーン面ですね。非常にうねりがあります。そして左手前ですけれども、まあ少しコレクションエリアになってるかなって感じで、非常にまあ高低差、ここはまでは意外と問題ないですね。ポイントは右ですね。これ右サ
サイドを狙いすぎた時にこの右のコブがここにあるんですけども、僕が今一番高いところに立っています。そしてセカンドはこう狙っていくんですけど、ここが低くてしかも右に逃げていくので、このギリギリ乗ったかなってやつが落ちてしまうと、こういうことになるわけですね。だからはっきりセンター側を打っていかなきゃいけないと。ただ向こう側が海になるんですけど、左側が海になるんですけど、海からの風が吹くともうこっちに持ってかれて、このようなアプローチが残るということになりますね。高低差でどうでしょうね。 1.5 メートルぐらいの高低差がありますね。そして奥は少し登っていくんですけども、まあ、奥は意外と問題ないですね。9番の奥は狙い目です。手前に外れるぐらいだったら奥に外れた方がいいですね。もちろんこれウッドチップまで行っちゃうとダメですけど、少しこぼれる分にはいいと思いますね。そしてという9番グリーンでした。左奥に来た時はそうですね、左に外れるとやっぱ難しいので、ちょっと右奥に打った方がいいかなと思いますね。そしてちょうど今ボートの方向ですねが9番ホールの右サイドのピンになるんですけど、その時は今あるピンがあるところぐらいに打つ感じですね。ということで少し戻ったな。おー戻ってる。ということで9番ホールでした。